こんにちは、梶照子です。ご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ありがとうございます。新米の季節になりましたので、お米の袋をカメラに入れました。実はこれは今朝、田んぼ持ってらっしゃる方が新米だということで届けてくださったんですね。それでなんと重たいと思って、5キロぐらいかなと思ったら10キロ入ってるそうで、こんなたくさんいただきました。楽しみにしたいと思います。新米は、炊き方は分かりますかって聞かれたんで、水を少し減らして炊くっていうことを言うと、それでいいって言って、米の炊き方、ご飯の炊き方を教えてくれました。こういうふうに炊くといいということで、こんなふうに新米の季節なので、皆さんもですね、パンばっかり召し上がらないで、お米をねどんどん食べていただきたいと思うんですね。農家の方は、専業農家も兼業農家もですけど、日本は今お米を食べる人がすごい少なくなってるらしいんで、パンも、私も今朝パン食べましたけども、ですね、やっぱお米は日本の食料自給率 100% のお米ですので、お米の田んぼを守らなきゃいけないのでね、田んぼはね一回、草地になったりして田んぼが一回ねなくなると、休耕田みたいになくなると、それを回復するまで5年ぐらいかかるらしいんですね。そういうふうに聞いたことがありますので、やっぱり田んぼを休ませないというか、やめさせないためにもお米を食べること、自分で作る方はあれですけど、私のようにですね、消費者でしかない、生産性のない人間は、食べて、守るということしかないと思うので、ぜひお米をたくさん食べていただきたいと思って、ここにお見せしました。ですね、今日はコロナがですね、だいぶコロナがね、だいぶ感染数という、陽性数というか、今かなり少なくなってるらしいんですけれども、そもそもね、感染数ってずっとね、テレビなんかでね、感染数ってずっと出してる、感染数が多くなれば発症してる人も増えるということではあるんですけども、感染数イコール病人というか発症者ではないわけですね。別に感染するっていうのは、他の病気でも結核なんかでも感染してる、で、発病しない人もいるしですね、いろいろですけども、感染数というのは検査の数字によっても違うし、いろいろそれで完全ではないけども、感染数が少なくなったって言って、ちょっと今ストレスがだいぶ緩和されているのかなと思います。数字がですね高くなると、赤棒グラフがどんどんテレビかなんかでね映し出されると、ストレスになってですね、グラフを見てるだけでストレスになるので、私なんかはもうニュース見ないようにして、ストレスが高くなると免疫力が下がってですね、それで風邪でも引きやすくなって、かえって病気になったりしますのでそういうわけで、感染数が少なくなったっていうのは、いいことだろうと思います。ただ、医療のお医者さんが、お医者さんというのはテレビに出てるお医者さんとかの言ってる、ことですけども、第6波っていうのは必ず来ると、11月頃に来るよって言ってますので、対策をしっかりやって、過ごしたいなと思います。それでね、コロナのことでね、一つとても普段から感じることなんですけども、やっぱりね、日本人は戦後ね、とっても一種ですね、平和というか、経済成長もありましたからね、豊かになったし、どんどん一番最初、昭和20年の時はですね、
昭和20年8月15日の玉放送のある、やってからですね、その時からその時のその焼け野原状態、これはもうあの、B29 にあのバンバン日本中 の、 あの都市がですね、上からの爆弾が落ちてきてね、若い人にはちょっと想像つかないと思うんですけど、もう一晩中ね爆弾が落ちてくるとか、そういう上から爆弾落ちてくるんですよ、あの屋根の上に。想像してみるだけでもね、あの恐ろしいと思うんですけど、それ一つやったとね、一箇所なんかのね、あの誤爆あるとかよくね、ごめんさんなんかにもありますけども、そういうんじゃなくて、もうあの町中があの全部燃えるんですね。で一軒二軒の火事で、まあ、火事の火災の時は消防署が20台ぐらい来てですね、消しますけど、それでも2時間3時間時によったら5時間6時間かかる時あるわけですよね。それぐらいやっぱり火災っていうのは大変なんだけども、あの空襲の時はあのそれがもうあちこちに火が燃えてるから、どこに逃げていくか分かんないわけですよ。例えば山火事の時にじゃあどっちに逃げるのかっていうことは、まあ、私も考えますけれども、どっちからね風がどっち向いていってるか分かんないし、まあ風のですね、まあ向こう、逆方向に行くといいんですけども、下手の方に行くと後ろからですね、あの、炎が追いかけてくるということなので、どっちに逃げていいか分かんないと思うんですよ。なぜかっていうと四方八方に爆弾が落ちてるわけだから、四方八方が火元なんですね。ということはもう逃げ場がないんですね。それでまあ、例えば原爆の時は広島 の、 あの川がね、みんなあの飛び込んで、川の中飛び込んであそこで、まあ、あの遺体が浮いたっていう話になってるけど、川とかですね、そういうとこがあると、まあ、そこに逃げるしかないんですけども、それだけの炎が上がったらね、まあ、小さい川、用水路みたいな小さい川だったらちょっとまあそれが間に合わない、もうお湯になるんじゃないかなって思いますし、上から燃えてる柱がですね落ちてくればかぶりますし、まあ、あの逃げようがないんじゃないかなとは思いますけど、まあ、そんな風にあの戦争中、まあ、それでもう全部町が焼けちゃったので、つまりまあゼロというよりもマイナスから始まったんですね。だけど、まあ昭和20年だったのが、30年代はもう経済成長始まり始めたところでかなり落ち着いてるというか、もう、もっと早いスピードでですね復興していって、その時はもうゼロなんだけども、マイナスだったんだけども、あの、まあ、日本人だからなのか、よく日本人はあの偉いねって言われるけども、まあ、どこの国でもですね、あのとにかくね、生きてる人は生きていかなきゃいけないから、それをやっぱり改善していくっていうか、もう頑張るしかないわけですよね。もう死ぬか生きるかだから。それでどんどん、まあ、バラックが建ったり家が建ったりして、まあ、電気製品もできたりして、どんどん豊かになっていったんだけども、そういうわけでその、まあ、そこまで焼け野原だったところにですね、日本人は日本の国をまた再建して、まあ、最初は占領されてたんだけども、植民地にならずにですね、GHQ に占領されて、日本は、何年もあの、まあ、アメリカの統治下の中にいたんですけども、まあ、奴隷にもならずですね、普通だったらね、あれですよ、侵略されて、まあ、国の相手の国に寄ったらね、もう奴隷になるような、もう肉体労働とかですね、そういうようなことをされたりするわけですよ。例えばあの中国が欧米列強にですね、侵略っていうか、まあ、一部ですけども、疎開なんてなりましたけども、された時あたりのね、クーリーとかって言って、まあ苦労の苦に力って書くんですか、クーリーとかって、まあ、中国だけではないんですけども、どっちかっていうとアジア人は欧米人に、白人に、
まあ奴隷扱いされてたような、まあ、差別を受けてたわけですからだけど、そういうあの労働力にされたりしてて、あの、まあ、奴隷みたいなもんだったところもあるんですけども、占領されたわけですからね、もしかしたら国が違ってたら、例えばアメリカが入ってきたから、まあ、これで住んでるけども、あの他の国でね占領されてたら、そんなもんじゃ済まなかったんじゃないかと思うんですよ。外国の、その占領された町を見るとですね、もっとひどい状況だったと思うんです。例えば、まあ、ドイツ軍がポーランドに侵攻した時なんかも、もうそんなもう自分の、生活なんかもできないわけですからね、ポーランドで。そういうふうにあの占領されるっていうことは、まあ一種奴隷になるということですよ。あの目に見える奴隷でないにしても自由はないわけですから、その国に支配される。だけどもあの、まあ、幸いなことにアメリカはそういうようなことはしないで、日本の、まあ、国を再建させるということに一生懸命ですね、まあ、憲法を変えたりですね、前の、明治に使った、それまで使ってたその大日本帝国憲法っていうのはもうあの破棄してですね、もう使っちゃいけないということになって、急いで日本国憲法っていう今使ってる憲法を若狭がね提示して、それをちょっとまあ日本人のグループが直したみたいなところで新しいんですけども、そういうわけで占領されていたんだけども、銃やですね、そういう、軍隊とかで銃を突きつけられて、支配されたっていう経験はないわけですね。アメリカ兵はジープに乗って田舎の、地方のですね片田舎まで視察じゃないけど、まあ来たりするようなことはあっても、まあ、子供にチョコレートもらったりビスケットもらったりっていうような経験はあってもですね、銃を突きつけられてどうこうっていうことはなかったと思うんですね。まあ東京なんかの吉原あたりの赤線地帯ではですね、まあその生活できなくなった女性がいわゆる当時パンパンと言われてた売春婦になったですね、まあ見落とした人もいてね、貴族皇族貴族っていうものがアメリカによって潰されたので、生活できない、全部没収されたりしてね、財産も取られたりもあるし、まあ親も死んでたり、もうとにかく破産してですね、そういうように、まあ、一家離散した人のお嬢様たち食べていけなくて、まあアメリカ兵相手に売春したっていう話もありますので、まあ、そういうことは一部あったにしろ、でもまあ日本は日本再建に向けてなんとか頑張ったというようなところで来てるわけですね。それでずっとまあ80年近くですね来たわけですね。まあ内戦というか内乱とか、そういうこともなくですね、まあ、普通だったらちょうど昭和20年の1945年の時ですけども、なんかまあ例えば革命運動みたいなのがあってね、そういうので国が、共産主義とかに、資本主義が共産主義にですね、帝国主義が変わってても、おかしくないような混乱してる時なんですよね。だけど日本はまあ、アメリカが占領してるし、そのアメリカは自由の国なので共産主義じゃなかったからね、これがまあソ連とかそういった共産主義の国に支配されてたら、まあ、多分共産主義 の革命になってたかもしれないんですけど、まあ、そういうことはすごく強い、そういう危険性はあったと思うんですけど、まあ、そういうのなかったし、占領したとしてもまあ、そういうような軍でですね、国民を支配するっていうようなことはなかったので、まあ、なんとか無事にですね独立するということになったと思うんですね。ただ、まだね独立してるとは言い切れないんですよね、日本は。
なぜかっていうと、日本は今防衛を国に、アメリカに頼ってるわけですから、自分の国をですね、軍隊もなく、これはまあ軍隊持っちゃいけないって、GHQ にですね言われて解体されたから軍隊はないんですけども、その後まあ、軍隊はいらないと日本人も言って、軍隊は持たないっていう風になったので、軍隊は持ってないわけですけども、なんかそういう意味ではね、世界から見ても日本は独立国と 100% 言えないと思うんですね。頼ってるわけです。それとまあ、経済的にはまあ世界中でですね、みんなでまあ輸出したり輸入したりして、助け合うというか、利益を、分け合うというか、そういうようなことはあると思うんですけど、まあ軍隊をね輸入したり輸出っていうことはちょっとあんまりよその国はなく日本だけじゃないかと思うんですけども、まあ同盟国っていうのはどこにでもありますけどもね、まあ割とそういう日本はべったりアメリカに頼ってるということだと思うんですね。それでまあ頼るにしても、まあ日本人っていうのは非常にそういう意味では安全ということをすごく その80年近い戦後の時代をね見てて、安全性っていうものをすごく重んじる国民になったんじゃないかと思うんですね。昔はまあ今ねコロナで自宅療養という言葉が出てですね、菅総理がいて、なんたることだっていう、まあ私も今の時代だったら思いますけど、自宅療養だってどうやって自宅で療養するんだって言って、まあ発症したらですけどね、無症状の人はまあ別ですけども、コロナでですね自宅療養とかっていう、昔はまあみんな自宅療養で、入院っていうのはサナトリウムとかありましたけども、割と自宅でみんな死んでたんですよね、病気して。まあ往診はありますから、近所というかその町村のお医者さんが来たりしてね、まあ見てくれて薬くれたりはするけど、まあ、死ぬ病気はもうしょうがなくって、治せない病気っていうのもあったんですよね、いっぱい。で、私の好きな小津安二郎 の映画を見るとですね、自宅で、東山千恵子が亡くなるっていうシーンもありますけども、入院してないんですよね。で、まあだけど、まあいつの頃からか病気とかですね、それから今は介護もそうですけど、なかなか自宅介護っていうのは、まあ、自宅介護の方が、まあ病気の自宅療養よりも多いかと思うんですけども、そういうように病院で病気は治すっていう風になってるところにですね、突然自宅療養って戦前のような、まあ、戦後すぐのようなと話が出てきたんで、みんなびっくりしてるわけですけども、で、まあ、こうね戦後のあれを考えてみると、やっぱりね日本人ってすごくねリスクをね拒否するというか拒む国民になってると思うんですね。まあ前からあるのか、最近なんかで、最近特にまあ私が生きてきた人生の中で思うのは、本当リスクを怖がる国民だなと思いますね。で、今ですね、一番のリスクで身近なところではワクチンですよね。ワクチンでもう本当にね、ちょっと笑うようなあれですけど、風景だと思うんですけども、一時ですね、ワクチンが入り始めた時にテレビつけるとね、注射針を腕に打つっていう光景が映像によく流れてたんですね、注射を。こんなにね、毎日毎日というか一日に何回でもね、ニュースつけると注射針が腕に刺さってるっていうのは見たことないと思う。あれ見るだけでね、痛そうで注射なんか嫌だなっていう風になるかと思うんですけども、注射をね、まあ今熱が出たからって注射する先生あんまりいないと思うんですけども、注射するってそんなね大騒ぎすることじゃないでしょと思うんですよ。それでワクチンの副反応の中にですね、痛いとかいうある、あるわけです。注射が痛い、
注射痛いの副反応ですかね。で注射すると赤くちょっと腫れるとかですね、赤くなって腫れる、それも副反応なんですよ。副反応って言ってるんですね、医学的な、まあ、副反応といえば副反応かもしれないけども、注射してね赤くなるぐらいのこと、そんな大騒ぎすることないと思うんですね。インフルエンザだって私毎年やりますけども、まあちょっと硬くなったりですね、痛かったりもするけど、別にそんなことをね大騒ぎすることでもないと思うんだけど、で注射が痛いから嫌だって言ってワクチン打ちたくないっていう人もいるわけですよね。でワクチンの効果というのはもう今すごく言われてて、例えばワクチンパスポートとかワクチン証明とかって言ってね、私もワクチン証明のスマホで撮影してメールでちゃんと残してありますけども、何かどっかまあね、入れないとかいう時にそれ見せたら入れるとかっていうようなこともあるそうですので、まあ一応残しておくようにって家族にも言いましたけども、そのワクチンはこんだけですね、例えば重症化しないとか、まあ予防にもねすごく9割ですか、8割とか9割とか効果があるっていうのにね、その副反応が嫌で、例えば熱が出るぐらいで、ね、熱なんか普通でも出ますよね。例えば子供なんか知恵熱とかっていうのがあって、成長期には熱が出るっていうことがよくあるんです。月に1回ぐらいの男の子はね、小さい子供の時とか熱出したりします、乳幼児の頃。それなのに、なんかこのワクチンが効果がすごくあるのにもかかわらず、ワクチンを、そういうことで副反応があるから怖くて打てないっていう方がすごく多いわけです。ワクチンのリスクっていうのはだから副反応なんですよね。まあ、何千万人の中に何人死ぬ人がいるか分かりませんけど、まだまあ、今7000万回か8000万回ぐらいワクチン打ってると思うんですけど、その中でそんな深刻なですね症状出た人、まあ、聞いたことないんですけども、ワクチンで死んだとかですね、まあ、死ぬにしてもね、例えば車は3000人ぐらい毎年死んでるんですよ、自動車事故で。っていうことは日本人の車が何人ぐらい、何回ぐらい乗ってるんですかね、それの、まあ、3000人で、死んだとしても、それもまあ一種の車のリスクですよね。飛行機はどれぐらい、回数は少ないけど1回、まあ、墜落するとですね200人とかっていうようなあるから、まあ、飛行機の事故っていうのですると、でも飛行機の方が車よりも確率は少ないそうなんですね。でまあ、車よりも列車の方がリスクは少ないと思うんですよ。だから私は車で旅行するよりも列車で、JR で旅行することがほとんどですけども、まあそういうふうにリスクっていうのは車に乗っててもあるし、例えばですね車で、山の方を、まあ、ドライブとかに行きますよね。箱根の山行くとかいろいろ、もっともうちょっと富士山とかあるかと思うんですけど、この間槍ヶ岳だったかどっかで地震があって、まあ、崖崩れというかそういうのがあったらですね、まあ、登山中にね地震があったらもうこれは難しいと思うんですよ。だって逃げ場がないし、落ちてきたらもう、まあ、運だけですよね。それはもうなんか落ちて転がってくるとか、自分がロープがですね外れるとかって言うんで、でそれを運で、じゃあリスクがあるか行かないかって言ったらそうではなくて、リスクがあっても車に乗るし、エベレストにも行くしっていう人は中にはいるんだけども、でもまあこのコロナのことを考えてても、非常に日本っていうのはリスクを拒む国民だなと思うんですね。例えばコロナで言えばゼロコロナ、今もう、コロナゼロコロナは無理だからウズコロナにしようってちょっと考え方がみんなちょっと変わってきたのかなっていうふう、思いますけども、もうとにかく毎日ですね
感染数何人何人って言いながら、それでもう感染数が今200-300だそうですけども、とにかくもうゼロを目指す。ゼロといえば原発もゼロ、原発もゼロで脱原発とかね、ゼロにしないともう安心できない、一回事故あったからって。今の原発考えたらね、電源は別に原発がいいとかなんとかいうわけじゃないんですけども、まあ、原発のね一番のリスク、今のリスクっていうのは核燃料だと思うんですね。なんかその核燃料どうするかっていうの捨てるとこないわけでしょ。でみんなもうその埋めるって言ったって、その中間貯蔵庫みたいなのもですね、国民がもうそこの土地がですね嫌って言ったら、秋田が嫌、石川県が嫌とか言ったらもうダメなんですから、捨てるとこないからどうしていいか。まあ原発すればするほどあるんですけど、今もあるからね、今あるのをじゃあその、どうするのっていうのもあるし、でまあ今は原発も小型化してるんで、その今までみたいな原発とは違うわけですよね。それで私が思うのはですね、原発ゼロ原発をで全部止めてですね、研究も何もできなくなって、でもね、もしかしたら原発もそれですよ、今小型化って言ってるけど、もっと安全に、ね、手軽にできる原発ができると思うんですよ。だってもう文明はどんどん発達するわけでしょ、インターネットも発達するけど、だから何でもかんでもですね全部止めるっていうか、ゼロにしなきゃいけないってリスクを負わないですると、例えばね車事故が出て3000人も死ぬからね、毎年3000人死んでるから車乗らないようにしようっていうと、自動車のその技術っていうのも発達しないわけですよね。だから原発をですね、原発のその、事故になったのは電源が低いところにあったからでしょ。だって他で事故になったわけじゃなくて、電源が波をかぶってですね低いところにあるもんだから、それで電源が止まって事故になったっていうことだから、電源がね波にっていうかつからないように高いところに置けばいいわけですよ。つまり電源を確保するようにすればいいだけのことで、それを、ちゃんとやればですね、私は電源を、津波が予測して何メートルとかって、何メートルで十何メートルかなんか、今10メートルだけど20メートルにするとかっていうような話ではないと思うんでね、もっとね、例えば自然災害っていうのは津波だって、10メートルって言ったって10メートル、その時本当に10メートルかってわからないと思うんですよ。で40メートル来るかもしれないし、ちょっとしたけどその、地形の関係でですね、地震のその動き方によって地上もそうですけども海だって変わると思うんですよね。そうすると波の高さも違ってくるから、津波も全然違ってくるんで、10メートルが20メートルの下から安全とは思わないんで、もっとですね全然根本的なところの、その、電源守る方法とかですね、技術的な専門的なことをそれでやる必要があるとは思うんですけども、そういうリスクを回避するための、管理をちゃんとすれば、人間の文明っていうのはそうしていろいろ発達してきたわけでしょ。だって電気火を燃やしてたんだけども、火を燃やすってことは火災というか火事とか山火事になるとかね、今キャンプ流行ってるけどリスクはあるわけですよ、火にも。だけどそれを電気にしてすごく手軽になって使えるようになったけど、今度は電気が足りなくなって、じゃあどうしたかっていうと原発ができたっていうことになって、でも今度は原発は危ないから、やめようということになって、世界はまだ原発使っても日本はですけどね。そうするとじゃあ今度、石炭だの石油だの何だのそういう他の燃料をしようとすると、例えばね太陽光パネルって太陽は自然エネルギーだから、それは太陽を使うっていうのはすごくいいと思うんですけども、私のこの、田舎の町にもですね太陽光パネルいっぱい町の中にあるんです。通ってるとすぐある。あと山半分全部削ったとこもありますし、
林削ってですね、伐採して木がなくなったところもいっぱいあるんですね。そうすると身近なところにそういうところいっぱいあるんですよ。ここから駅まで車で行くとしたら間に何個ものそういう場所もあるんですね、町の中に。で、太陽光パネルっていうのは夏なんか見ると暑苦しくてですね、これってあの熱が高く、あの要するに気温が1度ぐらい上がるんじゃないかと思うぐらい、近くだったら上がると思うんですね、太陽光パネル。それから屋根にね、太陽光パネル近所にもあるんですけども、つけてるとこもあるんですけど、冬くなってるとね、あれ本当に太陽光ね反射して、動いてるかなと思うんですよ。で、あの 毎月か、まあ1年に1回ぐらいか分かりませんけども、清掃しないと、あのパネルだからね、汚れてね、あの、エネルギー作るあの力はなくなるんじゃないかなと思ってて、それ古いお家なんかでもね、あの太陽光パネル乗ってるんですけど、まあ、地震である太陽光パネル落ちたりしたらね、ソーラーとかも落ちたりしたらどうなるのかなとか思って、私はまだ屋根の工事がそういうの嫌だなと思ってやってないんですね。例えば屋根の工事だけだったら、すぐ屋根工事をあの吹き替えるとか、そういう昔のあれだったらそういうふうにあの修理できるけど、なんか上になんか乗せてたらそれも剥がさなきゃいけなくなるから、屋根になんかあった時にね、あのちょっと工事しにくいんじゃないかなと思って、あの載せてないんですけども、まあ今のところ太陽光パネルか、ある風力発電とか、まあ、地熱とかってね、野田聖子さんも言ってますけども、なんかそういうあの、再生エネルギーとかもちろん大事なんだけども、リスクはないわけじゃないわけですね、全てに。だから原発だけがリスクじゃなくて、他にもリスクがあるわけ、太陽光パネルにしても何にしても。例えば台風で飛んだりね、 山崩れして土砂災害で落ちたとか、そういうのも飛んでるのもあるし、見たこともありますけれども、まあそういうわけで、まあ、リスクをですね、回避する、なるべくリスクは嫌だなというような、あの国民じゃないかなと思います。それでそのリスクをね、あまりにも強く思いすぎると、例えばね、まあワクチンはね、今7割ぐらい受ければあれかなって言うけど、でもまあ、ね、9割本当は9割の人がワクチン打ってくれた方が、いいんですよね、デルタ株やなんかにもね。だから、あの、まあ、そういう全体的なあのメリットっていうのが、減ってしまうんですけども、例えばあのリスクを、まあ、病気にすると、あの健康診断とかですね、ドックとかありますけど、早期発見とか言って、あの、まあ、あの、医療関係ではとにかく早期発見が大事だからっていうんで、病気にならないためにリスクを回避するためにですね、あの毎年毎年、ドックに通ったり健康診断を受けたりしてね、私も会社にいてた頃は健康診断を毎年やってまして、ドックに入るぐらいの健康診断、会社に健康センターがあったので、あのやってたんですけども、会社辞めた後は、あの、風邪ひいた時にレントゲン取るぐらいで、もうずっとあの健康診断やってないんですけども、その健康診断とかですね、それからあの、普段のね、あの検診というか、個人的な定期検診ですね、血圧があれとか糖尿があれとかって言って、病院みんなあの通院で、あのよくあの、まあ、薬もらったりですね、大量に飲んだりっていう、そういうふうなことで、あの病気のリスクというものを回避するために、健康診断やら通院診察やらして、あの行きますね。それで薬たくさん飲みますけども、例えば ある薬を飲むとしたら、その副作用というか、薬は必ず副作用があるそうなので、じゃあ副作用するで今度胃が悪くなるとかっていう、そういうリスクもあるわけですよね、薬にも。それからあの健康診断だの早期発見だのって、定期検診とかって、医療今ね、医療があの医療逼迫とか医療崩壊とか言われてるけども、まあ高齢者の人を中心に毎月月に1回は健康診断じゃないけど、あの病院にかかりつけ医に行くとか、大学病院に行くとかって言ってね、行きますよね。でそういうの全部健康保険でやるんですね。そうすると、今のところ今度上がったのかな、診療費がついこの間まで1割だったんですよね。
年齢もいろいろありますけど、普通の健康、健康保険は3割とで2割とか1割とかにしても残りの7割8割9割は要するに保険の、保険料とかで賄っているわけですよ。 国の方とかその制度でね。そうするとその医療費というリスクがかかっているわけですよ。だから、メリットとリスクっていうのは、まあ、デメリットって言いますけども、ちゃんと相関関係にあって、リスクはどんなメリットを得ようとしてもリスクがないわけじゃないわけですよね。例えばですね、アメリカに頼っている安全保障ですけども、日本は軍備持ってないですから、まあ、自衛隊しかなくて、自衛隊はほとんど災害の、ほとんどというか、まあ、国民の目に見えるのは災害の時の災害救助とかですね。今回はコロナワクチンの接種会場を作って自衛隊の、まあ、支援でですね、大規模接種というのがありましたけども、そういうまあ、外国に頼って、アメリカという外国に頼って、自分たちはメリットを受けてるかもしれないけど、それによるリスクっていうのもちゃんとあるわけですよね、軍備にも。でそういうふうにリスクを拒否していると、例えばですね、そのワクチンについても、日本はですね、小児麻痺とか生ワクチンあった頃は日本が世界トップクラスだったんですよね。1番だったか2番だったかあれですけども、トップクラス の, ワクチン大国だったんですよ。ところがリスクをすごく拒否する国民性も あってですね、国家賠償責任の請求裁判っていうのがすごく多かったんですね。で高額の賠償金とかも国も払ったんですね。で製薬会社もそれで訴えられるから、お呼び腰になってワクチン研究とか避けたんです。つまりリスクを避けたんですね。でそういうふうに国民もワクチンの 副作用を、請求、国家賠償請求みたいな形、製薬会社も請求するもんだから、要するにワクチンの副作用っていうのどんな薬でもね、副作用ないわけじゃないんですね。だからまあ副作用があってあった時はまあ税金使ってですね保証すればいいと思うんですけども、とにかくビビっちゃったわけですよ、製薬会社も国も。それで研究もどん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 しなくなって、まあ、予算も少なくなったのかもしれないですけども、そういうようにして今その今度はですね、ワクチンを拒否する、ワクチンのリスクを拒否したことによって、今回のリスクは何だったかというと、国産品がないから外国からもらわなきゃいけないと、回してもらわなきゃ、外国から買わなきゃいけない、だから時間はかかる、交渉しなきゃいけない、すぐ手近にない、そして外国のワクチンだからちゃんと治験もしてですね、安全性も研究しなきゃいけないと、検査しなきゃいけないというふうになるわけで、国産が普段からあればですね、研究すぐするから早いわけです。3ヶ月も4ヶ月遅れなくてもですね、パッと日本に国産があれば早かったですよ、うちのも接種するのも早かったんだけど、ないからそういうことになって遅れたわけでしょ。で国民がもともと拒否してきたわけですから、特にですね、マスコミとその界隈の国民コメンテーターとかいろいろ、まあ、とにかく毎日毎日ですね、今もまだ子宮頸がんのね、何千人か子宮頸がんで亡くなってる人がいるっていうのに、子宮頸がんのワクチンが副作用があるからなんとかっていうふうに、まあ、拒否してる、相当、まあ、今あんまり、テレビなんかでは言ってないみたいですけど、一時ありましたね。でどんなに危険なものかっていうふうなイメージ持ったんですけども、そういうふうにね、拒否したわけだから、自分たちがワクチンを拒否してきたわけですよ。それで外国に頼ってきたんだから、仕方ないです、遅れても。だからね、やっぱりね、リスクというものをあまりにもね拒否しすぎると
こういうふうにそのリスクを拒否したことによるリスクっていうのも引き受けなきゃいけないわけですね。でそれをどこでリスクをどれくらい、受け入れるか。例えばまだ今ね新幹線が大事故まだ起きてないですけども、例えばテロリストで何かあったらですね、今新幹線はもう自由に改札通れるし、IC カードでないので、スマホとかで入れますけどもね、全員検査チェックしてるわけじゃないから、マイナンバーカードでですね通れるわけじゃないし、ビザとかパスポートみたいにですねないわけ、自由に出入りできるわけですね。あれが例えばですね、外国のマイナンバーカードみたいなのでね、ちゃんと、テロリストじゃないっていう保証、ビザみたいな形でですね、パスポートとかそういう形になって、その IC カードに全部ねマイナンバーカードに入ってて、それでそれでパッと入れるようになれば、かなり例えばテロリストの何かっていうのをね新幹線で刺したりですね、犯罪もありましたけども、そういうこれからの大きい事故はないとは言えないんですよ。今ね自由に出入りできるから、だからテロっていうのもあり得るわけですね。じゃあリスクを避けるために、じゃあリスクを取るかっていうと、今度例えば日本人はロックダウンっていうのは嫌だって言ってるわけでしょ。リスクを全部回避するんだったら、そういうリスクも負わなきゃいけないということなんですけども、本当に一部ですけどね、多分人口の1割ぐらいかもしれないけど、逆現象ってあって、どうしてこのリスクをね回避しないのかって不思議に思うのがあるんですよ。今台風14号か15号かなんか超大型の危険な台風が向かってるそうですけども、毎回ね台風とか、水害そういうあれがあるとね、例えば水害なんかですとね、取り残されてヘリコプターで、救助するっていう場面出るでしょ。とか船で救助するとかですね、お家でね取り残されるのはね、安全なところで浸水とかそういうので船が来るとかいうの、そんなに危険ではないと思うんですけども、でも2階まで水が来てね、2階の屋根の上に上がって逃げて待つっていうのもね、一晩中待つって落ちはしないかと、すごい不安だと思うんですけども、そういう台風のリスクってあったり、それから登山でですね、その災害でこの間ね熱海の土砂災害の時の、その土砂災害の、復旧作業をしている、方がショベルカーかなんかで、転倒かなんかして亡くなった方が昨日かおとといありましたけれども、そういうふうに救助する方がいてですね、これも一種の災害のリスクのリスクだと思うんですけども、ぜひね本当はこの災害の度に思うんですけども、リスクをね回避してほしいと思うんですよ。でそれは何かっていう、台風なんかだと、洪水とかいろいろありますけども、もう避難するしかないんですね、危険なところは。だからまだですね街中の平地の中の浸水っていうのは、今言ったようにその2階の上天井ぐらいまでですから、屋根の上に逃げるとかあるんだけど、例えば土砂災害とか川のそばとかですね、流されるとかって言ったらもう救助する人だってね、それも大変です。命がけで救助しなきゃいけないわけですから、ヘリコプターだってね落ちないとは限らないから、だからねぜひね、台風のリスクはリスクをねあんまり意識しすぎ強く意識しすぎると、そのリスクに、襲われるということを今日は話したんですけども、今度逆にですね、台風のような自然災害にはですねどうしようもないことがあるので、リスクを回避してもらいたいと思うんですね、避難して。で例えばですね、私は大地震がこの、来る前からですね、地震の前から、東日本大震災の前からですけども、
阪神・淡路大震災もそれよりも 前からですけども、まあ、ちょこちょこ地震っていうのは関東なんかで起きますけども、震度5とかですね、結構揺れたりしてるんですね。書棚のですね、書棚には、書棚はまあ、一軒高さぐらいの書棚を使ってるんですけど、書棚は重たいんで、下にね、重たい本、重たいものを下に置いて、上に行くほど軽いものを入れるっていうね、倒れにくくはしてるんですけどね。全部ですね、食器戸棚とかそういったあの棚はね、全部120センチ以下の高さにしてるんです。例えば食器戸棚2本の間だと2段になってない、大体ね2段になってますけど、1段の方がね、こう切ってですね、それから2つにして分けて2つに置くとかですね、だから1メートル20センチ以下の高さのしかないんですね。だから東日本大震災とかの時も倒れもしないし、落ちもしない、まあ書棚重たいですからそこまで落ちないし、あと向きをね、倒れてきても、大丈夫なように向きを変えて、壁の方にね倒れるとか、頑丈なテーブルに向かうとかね、人がいないようなところに向きを置くとかですね、いろいろそういう工夫はしてて、リスクを回避するようにしてます。それからまあ台風なんか災害は、もしあるようなハザードマップでですね、あるような時は、ホテルに避難することに決めてます。でまだ一度も避難したことないんですけども、まあ、そういうわけで台風も近づいているので、台風のリスクを避けるために、避難していただきたいなと思います。ぜひそうして、命を守ってください。今日は、リスクについておしゃべりしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。